おととし、松島町の住宅で高齢の女性を殺害し現金を奪ったとして、強盗殺人の罪に問われている男の裁判員裁判で、検察側は無期懲役を求刑しました。起訴状などによりますと、松島町の無職、相沢大鼓被告は、おととし7月、近くに住む小野金子さんの住宅に侵入し、頭を金槌で殴り殺害した上、 およそ5万2000円を奪った強盗殺人などの罪に問われています。これまでの裁判で、相沢被告に当初から強盗の目的があったかが争点となっています。検察側は、相沢被告は入念に下見をしていて、金目的で侵入したことは明白であると指摘し、無期懲役を求刑しました。